かつて、ドラッグテラシ、マが存在した敷地。フロアガイドショッピングモールアスタは、茨城県おみた市川中湖にある、ショッピングセンター。貸し鉄バス、小川駅バス停より、徒歩5分ほどの場所、国道355号沿いに立地している。スーパーマーケットの、セーミアを中核に、ドラッグストアの、川内薬品、シューズショップなどの店舗で構成されている。 本館西側には郵便ポストと自動販売機、セーミアのリサイクルステーションが設置されている。かつては本館北側に別当でドラッグテラシ、間が存在したが、現在は建物が解体され、さらちとなっている。フードコートにはかつてファーストフード店のマクドナルド、定食屋の黒表へが存在したが、両店舗とも閉店し、 現在は聖宮のイートインスペースとして利用されている。西口、南口から店内に入ることができる。北口も存在するが店内へつながった道は封鎖されている。以前は最寄駅として鹿島鉄道線日立小川駅が存在したが、2007年4月1日の鹿島鉄道線の廃線により、最寄駅は茨城県石岡市の JR 常磐線高浜駅となった。 11月開業7月31日、マクドナルドたまりショッピングセンター店、閉店10月27日から、高吉跡地に、河内薬品アスタたまり店、オープン11月5日から、セーミアアスタたまり店が改装により店、旧11月25日から、セーミアアスタたまり店が、SS、S、セーミアとして、再オープン2月16日から、ジュエルカフェショッピングモールアスタ店をオープン。 茨城県石岡市のイオン石岡店の閉店により同店舗に存在していたジュエルカフェイオン石岡店が移り店した。10月クリーニングブランシアスタ店閉店。跡地はカプセルトイのコーナーになっている。ありがとうございます。